パー4、パー5、あれちゃう、なんだ、ちゃちゃ、ちゃ、4番ホール、4番ホール、パー5、104ヤード。長なんか初心者みたいなことやってんだけど可愛いんだけど、あざとあざと女子、あざと、あざとあざとプロゴルファーじゃん。よきだな、うん、あそこまで行っちゃうね、ユピーで。え、なんか捕まったっすよね、今。どっちなの、ドローボールなの、ドロー、あ、な、あ、そうなんだ。おお、おお、真ん中。Thank you です。あっち、あっち、マジで。マジで、やめよう、ちょっとキャラクターがあるから。今日なんかあれですね、はっちゃけてますね。だいぶラフだな。今日は、今日はモードじゃないから。レッスン、あのね、レッスンが入ってないからね、今日ね。先生モードが入ってないの。ああ、確かに、ね、楽しい。なんで、だってコメントでもなんか用意されてて、やだ嬉しい、まあ、褒め上手というか、なんか楽しそうでなんかいいみたいな。本当ですか、もう、そう、よいしょしちゃうよ、そしたら苦笑いなんだけど、使い方合ってるのかわかんないけど本当こんなんだよね、いつもこんなんだよねふざけすぎみたいな。でもさ、森ちゃんと話してるとさ、あのさ、こっちも笑顔になるよね。いやね、今日さ、話しすぎてもう痛いんだもん、ほっぺたとさ、口角。なんかこっちもさ、笑っちゃうからさ、うん、うん、それは間違いない。いや、そんなことだよね。うるさいって言われる場合もあるんだ声が通るってよく言われるのね。で、そう、練習場でレッスンしてるとなんかちょっとうるさいって。まあ、筒抜けだよね、絶対です。そう、ゆい逆かないよ。逆？声が通らない、通りづらいから張らないとうんってなる。ああ、ちょっと高めに張らないと。そう、ね、特にグループでやるときとか本当そう。ああ、なるほどね。1対1だったらあれだけど、じゃあプラマイゼロだからちょうどいいよ。ちょうどいいよ。ちょっとつま先上がりもリュッとできます。うん、ナイスショー、よいしょー、いい球、いい。どこまで200なんですか。その正面の真ん中のバンカー205とか。うん、えい、もうさ、これさ、フェアウェイがさ、こう、うねってるじゃないですか。はいはいはい。なるべくやっぱ平らなところがいいじゃん、落ちるの。あー、それ狙うの、ある程度この辺がすごい平らなのか。これぐらいの傾斜だったら別に傾斜に入んないよ。うん、マジかじゃあなんか、多少は変わるけど、あ、そこまで欲張りしない。そう、なんかすごいハーフショットにしなくちゃいけないとか、うん、クラブ短く持たなくちゃいけないとかっていうレベルじゃないから。で、まあ、さっきユイ打ったとこは結構きついから、うん、そうね、多分あの見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっと短く持って打ったんですよ。はいはいはい、ああ、うん、ちょっと8番で遅めに。うまーい、かやんだ、ね、一瞬やんだ感じ一番クッション欲しいかなっていう。ワンダフルスターは今左足下がりなんでボールが上げられないのが低いので、メンタルとしてはちょっと楽って言いそうGo!
ーです。はい、ゆいぴーがそゴルフはいくつから始めたんですか？私は12、3歳ぐらいからですね。なるほど。いくつからでしたっけ？私5歳。でも12からでも中学生とかそのぐらいってこと？まあ、小学校6年中学入る前ぐらいからだったかな。中学は最初陸上部入ってたんですけど、うん、あのしんどすぎて。陸上何やってたん？短距離。短距離。いや大変だ。もともと走るの好きで、でなんか調子乗ってたんですよ。本当に本当に小学校の時にリレーの選手とかになったりしてて、で調子乗ってて入ってみたものの、マジでやばくて舐めてて、先生やめますって言って半年ぐらいでやめて。でそっからは別にどこの部活に所属するわけでもなく、帰宅部だよね。帰宅部でゴルフの練習をちょくちょくして。なるほどね。でさ、きっかけはお父さん。あ、まあそうじゃないとなんないよね。ピーと練習場に行って。ゴルフ部はその後も入ってないの？高校の時に入ったんですけど、試合に出てるのは自分だけで。ああ、はい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 。はい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 。まあ部員が少ないところだったんで。いるけど、周りが引っ張ってくれる環境でやれたのは大学からですね。大学どこだったんですか？専修大学です。あ、名門じゃないですか。名門っすよね。うん、なんだ、うん、ガチでしたね、ガチ。うん、ガチで。で、正体が分かったところで。正体って何？専修大学 OB、OG 対日大 OG。いいね、安牌に。いいよ、いいとこです、いいとこです。ナイスや。じゃあ暴れてみよう。大丈夫か？似たようなところ。とめちゃめちゃ暴れるんで。なったり。あら。370ぐらいで、やっぱちょっと、うん、やっぱちょっと長いよね、地味にね、うん、パー4で。ねえ、ゆうぴきついって感じですか？はい、私今日テポドンだから余計テポドンじゃない、テポドンってもうあっちゃこっちゃそうっすね、180ぐらい残っちゃったんで、やっぱちょっとしんどいですね。そうだよね。まあ乗ってくれたらもちろん。確かにね、やっぱ距離だよね。こうなるとやっぱりいいとこからアプローチできるように考える。バンカーにさえ入れなければ、そうだよね。大丈夫だと思うんで。だ左狙いすぎちゃうとやっぱ入るから、ちょっと右サイドから狙う感じで。ゲームまで 22.4 ヤード。遠い。遠い。マジ行動もテポロンなんだけど聞こえてない、聞こえてない。うん、どうしたのテポロン？今日はテポなんだぞ。このテポのをどう駆使するかね。今日はマジで。この時一番大変だよね。こういうの楽しまないといけないからね。今度レッスンで聞きますね。あのいつもテポなんですけどどうしたらいいですかねって。それについてレッスンお願いしますっつって。わかる。それを駆使するしかないとか言って。これ芝ちょっと薄いんで、ちょっと上げてるし。ちょっと ATT を調整して打っていくって感じ。左に巻いていくんで、左に巻いて。いやー。うん。まあ、あんまり調子良くないですが。
そこそこで回ってこれるように頑張ります。なんかまとめてきたな。セカンドってさ、やっぱさ、距離飛ぶ人とかやっぱアイアン持ったらさ、やっぱ有利になってくるじゃん。だいたい何番アイアンからだったらなんかよしって感じなの？7番でもやっぱちょっとあれなの？7番ぐらいだといいなって感じ、だから150ヤード以内入ればいいなって感じ。って感じ。それ以上になるとちょっとね、これだけなみたいな。でもあまりたスレッドさんとかで150でさ、長いって言うよね。フェアドイナーに入れないと、男性でも？男性でも。やないの？めっちゃナイス。こっち来るいいよね。登りだし、うん。そうね。ちょっと待って。うまっ。ナイス。ちょっと目かけちゃって。ほら、またスライスよ。本当だ。そうね。UP 的にスライスラインってどうなん？嫌い。やっぱそうなんだ。嫌い嫌い。言いますよね。持ち玉がドローの一つなんか。スライス苦手みたいな。あ、だからか。そう、フェーダーは意外とスライス。多分イメージがね、ずっとそっちのイメージがあるからね。ナイスです。うまい。サイトもパー。はい、ナイスです。バリューマやん。151ヤードです。はい、ユーティリティの5番で。すごい。うまー。ついたかな。バーディーチャンス、バーディーチャンスだけど、あとスライスじゃねえあれ。スライスライス。狙ってないんやけど。でもスライスなるよね。なる、なんか。ドローボール打ってるやつ。なるよね。うん、これさ、これあるあるじゃない、グローブつけててさ、あと、あーやる、何やる、これなんかグローブの裏に多分あるやつ。あーはいはいはい、やるよ、はい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 、ついてるみたいな。取れた取れた。